日本プラパレットでございます。今回はですね、新しい形のプラスチックパレットのご紹介をさせていただきます。このパレットですね、大きな特徴が2つございまして、1つはですね、90度向きを変えますと乗りまして、さらに90度向きを変えますと中に入るタイプのパレットでございます。こうすることで使わないときに保管のスペースの削減につながります。もう一つはですね、パレットの足と足がくっついております。板状のものでくっついてますので、パレットのですね、段積みをした時のお荷物の後残りが非常に少ないという特徴がございます。本製品よろしくお願いいたします。